ヘンリー・コートヘンリー・コートは、イギリスの製鉄業者、発明家、パドル法を発明したことで知られる、ランカスターの生まれ、産業革命期のイギリスでは、18世紀初頭に、エイブラハム・ダービーフ氏が、コークス製鉄法を発明した。しかし、この方法では、質の低い鉄しか作れなかったため、先鉄から、良質の棒鉄を製造するには依然として、 木炭を使う必要があった。それが障害となって、炭鉄生産量の増加にはつながらず、イギリスは18世紀にも大量の防鉄をスウェーデンやロシアから輸入する必要があり、国内で良質の防鉄を生産することが喫緊の課題であった。詳細は、核反生連法を参照この課題の解決のため、コートはピーター・オニオンズと共に、 パドル炉と呼ばれる技術を生み出した。この技術は1785年と1783年の2つの特許からなる。前者は反射炉を石炭で加熱し、そこに先鉄を入れて糊状に誘拐し、反射炉の中で攪拌して連鉄の塊を作る技術を指す。後者は連鉄をハンマーで打って交際を取り除いた後、さらに熱して、 ハンマーで打つ代わりに、ローラーにかける技術である。コートはこれらの特許を取得し、これらの技術は1790年代から急速に採用されていった。この反射炉は、火土こと炉焼が分離しており、燃料と接触することなくずく鉄を溶解、精錬することができ、石炭を用いても用が、鉄に混入する恐れがなくなったという点において、画期的である。 コートはパドル法を発明したことで多くの工場がその法を利用してつの生産普及に貢献した。しかし後に自身の年金は共同作業員であったアダム・ジェリコが剥奪した給付金が判明した訴訟事件となり当時ではわずかな金額しかもらえなかった。後に自身の企業が倒産し年金暮らしになるなど不遇の晩年を過ごした。ありがとうございます。